seventh. No, 30th of May. I was going to say, why would I say seventh? Why would it be seventh? Oh, she is very salty. 本日は再び柊木アリスさんにお越しいただいています。アリスさん、先日あんなことがありながらのご出演ありがとうございます。いや、今日はアリスさんからお話があるとか。はい、皆さんにお伝えしたいことがあります。先日このスタジオで起こった事件ですが、あれは、her change of heart was quick。 生放送中に私に告白するように MC の人をけしかけたんです。一緒にいた女性の方と婚約したばかりと聞いて、その関係を壊してやろうと。アリスさん？ Wait, is it a different, is it a different host? 幸せそうな女性を見ると妬ましくて、いろいろな男性を惑わせて破局させました。ちょっとねえ、何これ、ドッキリか何か？そんな私をマネージャーは止めようとしてくれてました。As well they should. As well they should. そんな彼らにも腹を立て、泣いて謝るまで暴行を繰り返しました。マネージャーが交代したのは、私が前のマネージャーを潰したからです。You're a terrible person. これまさか。Man. 今話したことは正真正銘の事実です。少し調べてもらえばわかると思います。今まで多くの人たちを欺いて、傷つけて、本当に。申し訳ありませんでした。心の回答団、全部私がしたことなんです。周りの人たちは何も悪くないんです。ごめんなさい、ごめんなさい。 Well, our job here is done. カメラ止めろ、放送中止画面急げ。 Wow, you took way too long to cut. こりゃ荒れるだろうな、怪盗団絡みのネタだし。 Damn it, lady. 何も書くにもこれで一仕事終わったな。ねえ、バレスと状況は違ったけど、本人が改心したことは間違いないよね。願い取られてた連中も元に戻ったみたいだぜ。ネットに書き込まれてる。アリスに全財産を見過ごうとしていた息子が目を覚ましてくれた。怪盗団ありがとう。See, we did good. We did good. それは私たちに言われても困る。自業自得な人もいそうだけどね。何はともあれ、ミッションコンプリート。Thanks, Sophia. アリス、これからどうなるのかな。今までみたいに芸能界でやっていくのは難しいかも。すごいスキャンダルだし。Yep, indeed, she's gone. Gone 100%. でも。アリスが元の気持ちを取り戻したならきっと大丈夫だと思う。今までとは違ったって、またきっと誰かの光になれるよ。 Hey, maybe she'll join us. そういえば本人にも事件のこと聞かないとね。何か新しい情報が得られるかもしれないし。でも会えるのかな、これだけ大騒ぎになっちゃうと。普通に考えるなら無理、事務所はそれどころじゃないだろうし。 Well, andYou can potentially. Oh, for God's sakes. Hello. You, 元気にしてたか? We're not friends, buddy. またお前か、おっさん。おっさんなのは否定しねえが、地味にへこむな。それよりお前は、早速やってくれたな。何のことかしら。とぼけるなよ。俺の情報。役に立っただろう。そうだけど。そいつはよかった。いい返事も期待できそうだな。返事って。今日は例の件の返事を聞きに来た。俺とお前らとの取引のな。だからてめえら警察なんかと。じゃあさらに得点もつけてやろう。アリスに話を聞いてきてやってもいいぞ。Damn it, why do you have so much information? Why do you know so much? そうだ。例の番組の騒ぎはアリスが告白したじゃん。もう濡れ衣も晴れたでしょ。ああ、だよな。おっさんの手借りてまで。それがそうでもないのさ。どういうこと？事件はもう終わったはずよ。終わりなんてとんでもない。この改心事件は全国各地で起きてる。
全てアリスの仕業なんてことはありません。それじゃあお前らの疑いは晴れないよな。そこに加えて今回のアリス騒動、あの予告で再び世間は熱を帯びてきた。全国の怪心事件は全て怪盗団の仕業だろう。Mind you, we've 警察でも盛り上がってる。お前、相当やばい立場に置かれてるって分かってるか？Or at least Tokyo. ふざけんなよ！俺らは何したってんだよ！落ち着けよ。だからこその取引だ。俺は今すぐお前をしょっぴくこともできる。そうしないのは別に真犯人がいると踏んでるからだ。そいつを捕まえるために俺に手を貸してくれ。What makes you? What the hell is the true perpetrator? Who is it? Who is it? Tell me then. Alice を背後で操ってたやつとかな。I mean, she did say that she was. She was completely. She was the one at fault. So. 別種の事件。それが俺の結論だ。少しだけ時間をもらえない？みんなで話し合いたいから。んじゃ、外に出てるぜ。話がついたら呼んでくれ。Damn it。当てが外れたな。アリスの告白で濡れ衣も晴れると思ったな。くそ、やっぱデマじゃなかったか。どうしたの？ネットで調べてたんだけど、突然人格が変わったって騒ぎはちらほら起きてたっぽい。ほとんどニュースにもなってなかったし、世間も相手にしてなかったみたいだけど。あのおっさんの話本当ってことかよ。どうしよう。I mean, we all don't like him. 濡れ衣なんて晴らせない。だいたい私たちの怪心とあの怪心は別物だろう。本当にアリスのような怪心事件ならジェイルが絡んでるのは間違いないだろうな。アリス以外にもキングがいるのか。どうする？こうなってしまってはあの男の話に乗るのも手ではあるぞ。あんなやつ信用すんのかよ。でも他に方法なくない？少なくともアリスの情報は本当だったし。 Yeah, they're right. We have to do it. We have to do it. Not much of a choice here. そうだね。今は提案を受け入れるしか。待て、取引するとしてどうやって説明するつもりだ？我が輩たちのやってることを理解させるには異世界のことも教えなきゃならない。それはあいつが信用するか？させるしかないだろう。出なければリーダーの身が危うい。でもよ、異世界だぜ、ジェイルだぜ。頭の固い警察がそんな話信じんのかよ。だが、連れて行くしかないわね、ジェイルに。What?ちょっと本気？マコちゃん大胆。それ以外に逮捕を免れる方法があるかしら。出せるカードはテーブルの上に。今はそれが最善だと思うわ。No, she's right. She's right. わかった。取引しよう。今はそれしか手がなさそうだ。Let's go. 今日取ってるか。Let's go sort him out. こうなったら腹くくるしかねえだろ。He better not be this game's a catchy. 話は終わったわ。入ってきて。Fine. You're coming with us. なんだ、意外と早かったな。じゃあ、返事を聞かせてもらおうか。あなたを連れて行きたい場所があるわ。私たちについてきて。We're actually gonna like kill you and sell your organs.So, なるほどな。ジェイルにシャドウ、キングと願いか。そうかそうか。まずは薬物検査を受けてもらおうか。適当言うにしてももう少しあんだろう。いいから黙って。今からその認知の異世界に連れて行ってあげるから。認知だと？ついてきて。Just come along. Ah, どこに行くんだよ。 Man, you talk too much. Here we are. See for yourself.
おい、こんなところに何があるってんだ。Hello。なんだこりゃ。冗談だろう。すべて真実よ。目の前に広がる。He also had a little change of outfit. If you want to have a look at us, hello. どうした？何のコスプレだ？まあ、最初はこうなるわな。これが私たちの怪盗服姿ね。あ、ははは、勘弁しろって。何がどうなって？ And now he'll be able to understand Morgana. 質問か？ここはジェイル。お前は今ジェイルの中にいるんだ。いや、お前誰？私は人の良き友人のソフィアだ。よろしくな。よろしくなって。落ち着けよ、善吉。いい大人がみっともねえぞ。ああ、そうだな。取り戻せる場合じゃ。ああ、this is gonna be hilarious。化け猫じゃねえよ。我が輩はモルガナだ。これで納得してもらえた？私たちの話がすべて本当だってこと。It's gonna be a lot for a person to process. しまったか。つか夢だよな、これ。現実なわけね。大丈夫かよ、おっさん。安心しろ。ただの錯乱だ。全然安心じゃないよね。He's dying. 刺激が強すぎたか。仕方ないわね。一旦帰りましょう。Right, he's seen enough.And now he'll understand Morgana in the real world. So, you know, win-win, right? ありえねえ。マジでありえねえ。意味のわからん事件を追いすぎて頭おかしくなっちまったのか？さすがにショック受けてんな。うん。脳のキャパ超えてオーバーヒートしたんだろうな。だから事前に説明したのに。俺たちも初めはああだった。ういういしいな。しっかりしろ、おっさん。やれやれ。おー、ソフィア。いつまでほうけた顔してんだ。しっかりしろ、善吉。ああ、そうだな。しっかりしろと。ってなんで猫が喋ってんだ。まさかお前、さっきの化け猫か。やっぱ化け猫じゃねえか。化けでも猫でもねえよ。モルガナって言っただろうが。And there it is.異世界でモルガナが喋ると認知した。だからこちらでも言葉がわかるの。認知すりゃ猫が喋んの？ああ、そりゃ大変だな。現実を受け入れるのにもう少し時間がかかりそうだね。とりあえず取り乱して悪かったな。話は大体わかった。いや、さっぱりわからねえが、受け入れる努力はする。取引をするからには私たちは共犯関係よ。互いに信頼を裏切らないこと、それが最低限のルール。若いのにしっかりしてんな。 She is, わかったわかった。 You know, part of the police. 俺もお前らの信頼には応えるさ。 She started like criminal justice or whatever. 全国の改心事件解決に協力してくれ。その代わり俺はお前らを守る。お前らが俺に協力する限り警察には手を出させない。約束だ。That little fire escape arrow thing is above Anne's head, and it looks like she's part of the Sims. Yeah, along with the talking cat. そいつ、やっぱ本物だよな。じゃあ、まあ、You guys are gonna have to be friends. 事件調査の協力依頼だ。今現在、改心絡みの事件が起きてる都市として公安は札幌をマークしてる。お前たちには8月8日までに札幌中央市に来てほしい。どうして8月8日なの？改心の力を使ってるらしい容疑者がその日まで海外出張で不在なんだとさ。It's gonna be great. するタイミングに合わせてこっちも調査を開始する。Maybe we'll get to see some snow. わかったわ。Although it looks like it's the summer, so. 容疑者がアリスと同じようなキングである可能性が高いということか。Road trip. そうなるかもな。だとすればお前らに頼むのがベストだろう。目的地は北海道の札幌中央市か。ちょっとした旅になりそうだな。Will you pay for our bullet train? 一つ忠告だが、飛行機や電車、oh. 公共交通の類はなるべく利用しない方がいい。Will you buy our car for me? 自分たちの足か車を使え。どうして？
アリスの件でお前らは再び怪盗団を名乗った。その話は当然他のキングの耳にも入る。今願いを奪ってるキングからすりゃお前らは邪魔だろう。警戒されて当然だな。Man, I know, their background characters and such, but Yusuke's eyes are so small that it looks like he's not moving. At least Haru and Ryuji look like they're blinking. どうやって札幌まで行くの？とりあえず車にしとけ。それが一番安全だ。いや、警察が用意してくんねえのかよ。悪いが、こいつは極秘捜査だ。そういう協力はないと思ったけ。Then buy one for us. アリスの事情聴取は俺に任せろ。後でお前らにも共有する。んじゃ、そういうことでよろしく頼むぜ。Oh, God. よろしくな、善吉。ああ、化け猫呼ばわりして悪かったな、猫。反省してんのか、こら。大丈夫。お前はまだ正気だ。そうだろう、長谷川善吉。He's growing on me. He's not bad. He's just a little weird. とんでもねえことになっちまったな。Well, guess we're going to Sapporo. まさかの北海道だもんね。夏休みの予定めちゃくちゃ。And we're literally traveling. 事件は日本中で起きてんだろ。解決してもまた次の場所に行けってなるんじゃね。Wouldn't it be great if we could go to like Inaba? 全国を調査する旅か。それはそれで悪くない。ぜひ京都にも立ち寄ろう。強いなお稲荷。これは遊びじゃないわ。あくまで事件の調査が目的なんだから。でも夏休みだしね。少しは楽しむのもありじゃない。Yes, yes we can. 4月8日まで時間あるし、いろいろ見て回るんじゃね。あ、各地の名物料理は知っておきたいかも。はいはい、我が輩寿司がいい。 Road trip time。 もう羽を伸ばすのは事件を解決してからよ。 Yes, we will。 しかし、旅の前に話しておきたいことがいくつかあるな。まずはエマのことだ。表面上は普通のアプリだが、人々のシャドウをジェイルに入れる機能が隠されていた。 It's got some devious shit. It's dangerous. ああ。異世界ナビみてえだよな。それが全国で使われてるなんて考えただけでゾッとするわ。けどアプリ自体は普通だぞ。嫌なら消すことだってできる。This is true。 アリスが使ってたキーワードや友達登録だって普通の機能だ。あれでジェイに入るなら日本中がめちゃくちゃになってないか。実際私たちは友達登録したけど変なこと起きてないよね。これってどっか外国で作られたアプリだったりするの？運営してんのはマディスって日本の会社。従業員は万単位の世界的な IT 企業だ。So it's still a normal app。きっと技術も資金も世界トップクラスだと思う。そいつらが悪の組織でジェイル作ってるとか？でも私たちの絵までアリスみたいなことはできないわ。俺らはほら心が綺麗だからじゃね？No, you're an idiot. アリスの絵馬だけが特別だったって可能性もあるぞ。なぜそう思う？いや、なんとなく可能性の話な。確かに可能性はあるか。アリスのスマホや絵馬が調べられればそこら辺はわかるはず。そうね。押収できないか長谷川警部補に頼んでみましょう。後で私から連絡しておくわ。じゃあ、That would be great. 次の問題はジェイルだな。パレスはお宝を奪えば崩壊していたが、渋谷のジェイルは今も残ってる。それにパレスは主の認知が具現化した世界だから、we can go there and grind on levels。人間から願いを奪う場所になっていた。その結果として現実世界の人々にまで被害が及んでたわね。なんかそう聞くとパレスより立ちが悪くね。各地で起きている事件が本当に怪心なら、そこにもジェイルがあるってことだろうな。表面化していないものも含めたら結構な数になっちゃうかも。What if we go to the jail, get Morgana to transform into a car, and then use that car to drive in the jail to Hokkaido? ジェイルがそんな危ないとこなら
放っておいたらまずくない？渋谷みたいなことが他の場所でも起きてる。それを何とかできるの私たちだけだよね。そうだな、確かにその通りだ。ええ、陰で苦しめられている人たちを助け、みんなに勇気を与える。 There's my phantom thieves. Let's do it. その通りだぜ。さすがはアンドナ。我が輩、目が覚めた思いだぜ。そう考えると車で移動するのも都合がいいかもしれないわね。うん、目的地に向かう途中でジェイルを見つけられるかも。いいんじゃね。そんで片っ端から潰してやろうぜ。でもジェイルのある場所ってどうやったらわかるんだろう。 Maybe you can just travel. Yeah, I didn't think of that. 勘？見つけるのに100万年かかりそうだな。やっと私の出番が来たな。出た！Oh, yeah? スーパー AI！ ジェイルの存在なら匂いでわかるぞ。マジか！匂いって。You can smell it? ジェイルには独特の匂いがある。ジェイルの範囲に入ればそれを感じられる。すげえじゃんか、ソフィア！褒められた。わからないことは山積みだが、俺たちの行動指針は定まったようだな。Yes. We can go from one end to the other. A trip to reform all of society. Wow! 燃えてきたぜ！ We are gonna do it. あとは車をどうするかだな。私たち全員が乗れるような車ってかなり大きくないとダメじゃない？レンタルか。 So many of us. でも料金やばくね？費用のことは気にするな。先月絵画のショーで得た賞金がある。いいからおやつ代に取っとけ。公安と取引したんだから捜査費用とかで出してくれるわけないか。でかい車か。なんか宗次郎がそんな話してたような。does 宗次郎have a car? ちょっと聞いてみよう。いや、It'd be so intimidating, all of us asking him for a car. Huh? お前ら全員が乗れる車ね。なんか大きな車の話誰かとしてなかったか、宗次郎。おう、知り合いのキャンピングカーの話か。使わなくて宝の持ち腐れとぼやいていたな。What if we? 宗次郎、それだ！ What if we ran it for him?それも例の濡れ衣騒動と関係あるのか。Maybe. はい。なら仕方ねえな。連絡しとくから明日まで待ってろ。さすがご主人、話が早いぜ。だがいいか、雨は外しすぎんなよ。それから旅費なんか大丈夫なの？ No sex out there. ええ、みんな夏休みに備えて各自で貯金はしていたので。俺は無一文だったが、絵画の賞金が入った。Yes, aren't you like super broke? さっき聞いたわ。Oh God. Everyone's super broke. キャンピングカー？ Yeah, what else? その青春を謳歌する感じは。つか、年頃の男女が同じ車で寝泊まりか。Yes. 大丈夫だ。男子は全員車の屋根で寝るし、誠もいるし、何かあったら鉄拳制裁だし。あ、私薪割りも得意です。そうだな。Yeah. Please go easy on us. 頼りがいのある女性陣だな。まあ好きにしろ。それで頼んでいたものは？まあアリスのスマホだった。Well.If we consider the original P5 playthrough from this channel, we've already got along with Makoto very well. Alice, how was your state? I was able to use Kaishin as a tool. I was able to hear it. When I signed up to the game, the opponent was able to become a friend. At first, it was surprising, but any person can become a friend. I couldn't stop.友達登録し、 So it was just unfortunate that she added us. あとは謝るばかりだ。
少なくとも嘘を言ってる様子じゃなかった。やはりジェイルや願いのことは知らなかったようだな。まあ俺だってあの世界を見せられてなきゃこんな話信じなかったろうしな。 Well, you're the one who wanted to tag along. なんだこりゃ。どうしたの？何かわかった？アリスのエマにだけ何か細工があるかとも思ったんだが、何もなし。スマホも普通の市販品。特に細工なんかはなさそうだ。じゃあ収穫なしか？そうは言ってない。誰かが覗いてた足跡は見つけた。スヌーピー。覗いてた。アリスのスマホかエマの動きを誰かが外から観察してたっぽい。それって。Was it PubSec? Was it you guys? そりゃいい。次に同じ事件が起きたらその手を使わせてもらおう。公安でないなら、あの事件にアリス以外の関係者がいたということにならないか。相手のことはわからない？日本にいる誰かぐらいしかわからん。そいつが分かっただけでも大したもんだ。やるな、お嬢ちゃん。怪盗団の情報担当なめんなよ。ああ、デーム。師匠、何者かしら。まあ、焦るな。Yep. 事件はこれ一つじゃねえし、他を調べれば分かることもあるだろう。First. じゃあ、8月8日に札幌中央市でな。遅れるなよ。場所はまた連絡する。スマホはアリスに返しておくぜ。Fine, fine. We'll see you in freaking Sapporo. We've got a week. やっぱアリスが人をジェールに入れられたのはキングだったからってことでいいのか。I would love to see how long this would take. エマに異常がないならそういうことになる。I'm picking up my own phone. 気持ちはわかるが、答えを急ぐのはやめようぜ。前吉の言う通り、事件はまだあるんだ。I spelled Tokyo wrong.わからないなら情報を集めるしかないわ。Sapporo. Maps. お前ら揃ってるか？Oh hell yeah, we are. 車回してきたからよ。Check out your wheels. Oh, it's only a 17-hour drive. You can do that in like 2 days. Oh. You just gotta drive through the whole of Tohoku. マジで？ Hello. すげえな。It's not exactly Utsukushius. It looks so. I'll do my best not to crash it. Oi, oi. I found the make and model. This is a Vulcan Retro Life. It has 4 beds and a roof tent.There are enough power outlets for everyone, as well as cooking appliances for any culinary needs. It's actually amazing. 4 beds and a roof tent? American diet? What? It's got its little quirks, but I'm sure you'll get used to them quick enough. Make sure you drive carefully, okay?I gotta move to the nearest lot. You go finish your packing. Thank you. Woo! Nah. Once we're set, we should say goodbye. Hello? Yo, something somewhere I want to go before I head out. Alright. Yahoo! Alright, let's have a look.19 points now. Still can't get this. I need another point. Alright, head to the next city. Yes, we will. I've never actually had like proper Japanese coffee though. The last time I had like coffee in Japan, it was always the 100 yen iced coffee. Nah. You want to see Kawakami and help us in the store? I would. Nah. So, yeah, I've always had the cheap 100 yen coffee. Alright, let's talk to my friends.
Feeling that life is gonna get a lot rougher for Alice in a bunch of ways. You are really kind. Alright. Yo. 2 seconds. 2 seconds. We gotta speak to these guys. We will have. We'll have. I'm sure we'll have some fun along the way. Yes, you won't. Why is Futaba managing his money? Hey, let's go. It's the last. Hey, you don't do anything. Just come have ramen with us. The Shujin trio. We're all from Shujin except for Yusuke. Oh wait, no, Makoto and Haru are not anymore. Echi. No, not even that. I'm not part of Shujin anymore. No ramen, no life. You're buying, right? Oh shit, he actually said he's buying. It is good though. Dude, all I can think of is those ramen I had in Japan. Like, where you just get like a little ticket stub. Get your order. And it's the best ramen you ever had. Nah. What? Here, look. Too bad you can't eat it. What? Show her, Ryuji. Eat another bowl. Do it for Sophia. Oh. Hello? Oh my god. Look at that disgusting bean sprout. Yabba. Bean sprouts are the worst. Yare yare. I saw that now, Sophia. Damn it. Do we need any items? I guess it would be. We should visit the Velvet Room, shouldn't we? There's nothing else we really need to buy. But going to the Velvet Room might let us like get some. What are you gonna say about Alice now? Let's look at what we can do in the Velvet Room. And we get to listen to the Velvet Room theme. Velvet Room 合体を行うのですね. So unregistered. But I'm too stupid. Okay, so I can't get any of these yet because I'm, you know, not high level enough. Fine. Now can Arsene go up? Nope. Never mind. Yes. See you later. Man, the Velvet Room theme really is timeless, right? Alright. Away we go. Road trip. Hello, Sojiro. Yeah, see you later. Pork, onion, and rice. Well, time for me to pick up your ride. I'll be right back. You give everyone a call and have a meet you here. Right, we're leaving. 本当にお前らだけで行くのかよ。心配すんな。多分大丈夫だ。
行ってきます。ったく、気をつけろよ。はい、では。See you later, Sojiro. Imagine if that was like prologue complete. Well, good to see you racking your brains. 表情が固いな、長谷川警部補。カブラギ管理官。失礼、少々疲れまして。潜入捜査は久しぶりなので。気持ちはわからんでもない。怪盗団との接触は問題なく、協力を取り付けました。ああ、you bastard。白氷の上の関係、勘の鋭いメンバーもいましてね。ですが、必ず信頼を得てみせます。さすがだな。私が見込んだだけのことはある。拾ってもらった恩がありますからね。今はあなたのために動くだけです。その調子で事件の真相をつかんでこい。だが、情は移すなよ。奴らを逮捕するときはいずれやってくる。情？そんなものはとっくの昔になくなりましたよ。 You are a piece of work。 ならいい。あの子は元気にしているか。たまには家に帰ってやれ。いいな。はい。You two are the worst。 さすがにあの世界のことは言えねえな。もう少し情報を引き出さねえと。悪く思うなよ、怪盗団。俺は事件を解決できればそれでいい。利用するだけさせてもらう。Where your best bet in solving this case, buddy?